こんにちは、カワポンです。今日は法政大学の英語会部試験利用入試の特に倍率が高いところの2023年度の試験者の数値をご紹介します。これらの学部は英検2級で出願できます。英語は免除となり、基本的には国語1教科の受験になります。出願のハードルが低く、大変倍率が高いところになります。キャリアデザイン学部は2022年度は倍率は 57.7 倍と、早慶上智 Gmarch の中ではあらゆる入試形態の中でトップの数字でした。人間環境学部は2022年度の 77.2 倍からは少し落ち着いていますが、それでもかなりの高倍率です。社会学部は2022年度からの実施になりますが、全ての学科で20倍を超えていました。それぞれの学部の2023年度の試験者はご覧の通りです。ほとんどのところで前年を大きく割っています。倍率は緩和されると思いますが、それでも高い倍率にはなると思います。この形式で合格される方は猛者と呼ばせてください。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。